恋人たちを会わせてあげましょう。ジャンプできないのか？できないわ。じゃあ会えません。ひどいわ。会わせてあげて。わかったけど、この棒切れしか動かん。なんか方法があるはずよ。そんなこと言われてもな。なんかヒントとかないのか？あ、そういえば。あるのか？ヒントの出し方どうやんだっけ？ほんとお願いします。はい、ヒント。嫌だからこの棒切れを使うんだろ。ヒント全然意味なかったぜ。まあ頑張ってよ。あ、いいこと思いついた。お、ヒントが役に立ったのかしら？ピノキオだぜー。ふざけてるでしょ？ピノキオの鼻ってどうなるんだっけ？嘘ついたら伸びるんじゃなかった？じゃあ嘘ついたら鼻の棒切れ伸びるんじゃね？なるほど。ちょっと霊夢、嘘ついてみて。わかったわ。マリサはとってもとっても、可愛いです。あ、大きくなったけど、鼻が取れちゃった。雑よね。でもこれじゃまだ、長さが足りないぜ。もっと嘘つこうか？いやもういいです。もっと大きくなあれ。これでは垂れるぜ。よかったわね。霊夢のヒントのおかげだぜー。思ってないでしょ？嘘つくと、鼻、伸びるわよ。魚が食べたいのに、邪魔な犬がいます。上から、犬を避けていけば。はい、ダメ。なるほど、犬が追いかけてくるんだな。そうよ、しつこいのよ。雲は関係ないのか？とか言って油断させて、その隙に。はい、当然ぼ。このシャベルがなんか怪しいなぁ。そうかしら？とか言って油断させて、その隙に。はい、捕まった。ダメか。ダメよ。お、骨に反応してるぜ。かわいいわね。骨に意識を向けさせておいて、その隙に。はい、ダメです。これどうやっても無理だぜ。降参する？その隙に。はい、捕まった。中央突破。お、いけた。ダメよ。なんでだよ、今いけたぜ。いけてたのは認めるわ。はい、いけた。はい、ダメです。完全にいけてたよね。だからいけてたけど、ゲーム的にダメなのよ。意味わかんないぜ。なんだよゲーム的って。確かにお魚まで猫さん届いてたじゃないかー。おかしいだろう。もうこうしてやるー。おやー。あ、目が回った。猫さん今ですぞ。お魚ゲット。犬の目が止まんなくなったわー。どうしよう。お城を征服しましょう。これお城なのか？お城です。発射。当たった。ノーダメージです。でもこれ、本当にお城なのか？お城です。発射。当たった。全然効いてないわ。頑丈なお城だぜ。お、なんだこれ、松明か？そのようね。じゃあこの松明で。松明で？この司令官の顔。司令官なの？知らんが、メラメラ。全然メラメラ聞いてないわよ。手強いぜ。あ、わかった。ひらめいたの？この岩石を、メラメラ。燃えたわね。メラメラ岩石、発射。命中。すごい威力ね。征服完了。危ないです。事故を防ぎましょう。いや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 。何よ。なんでこんなところで寝てんだぜー。眠かったんじゃない？しかも体育座りで熟睡してんのか？もう限界だったんじゃない？いやそういう問題じゃないだろう。そんなことより、早く列車を止めないと大惨事よ。そうだった。早くして。あ、もしかして、ここか？それ引っ張るの？起きろー。飛び起きたわ。すごいジャンプ力だぜー。竜を倒す騎士を、助けましょう。この人一人で戦うのか？そうよ。なんとかして勝たせてあげて。そう言われてもな。ほっといたら村が全滅よ。とりあえず、突撃じゃあ。え、これ以上進めん。やば。はい、ダメ。これじゃあ、竜まで剣が届かないだろ。そういう時は、諦める。賢く立ち回るのよ。俊敏な動きで。動きで？竜を疲れさせて。自分が疲れない？それもそうだな。はい、やられた。岩も動かせないし、剣で戦うしかないぜ。本当にそうかしら？お、なんかこれ、水溜りゲット。持ち上げても水がこぼれないのね。これをこの辺に配置。それで？炎を防ぐんだぜ。はい、メラメラ。ダメか。発想は良かったんじゃないかしら？でも炎を吐かれたら、アウトなのかもしれないな。炎を吐かせないようにするには、どうするの？あ、わかったぜ。この水を。その水を？飲みなさい。え？お、本当に飲んだ。これで炎を吐けなくなったわね。いやいやいや、まだドラゴン倒してないぜ。英雄に万歳。だから倒してないって。お客様を満足させましょう。この店どういうシステムなんだぜ。お客様に食べ物を食べさせてあげるのよ。なんだよそれ。やってください。お客様、ステーキどうぞ。ご不満みたいね。リンゴどうぞ。ダメよ。ハンバーガー。ダメ。リンゴ。さっきもやったでしょ。この黄色いの。これ何？知らないわ。そんなもの置くなよ。美味しそうなピザですぞ。食べないわね。この人お腹いっぱいなんじゃないのか？そんなことないわよ。腹ペコです。もうなんかめんどくさいぜ。そんなこと言わないで、お客様なのよ。じゃあもうこのトレイに、全部乗っけて。乗っけちゃう？満員電車のように。カップケーキが乗車拒否よ。よし乗ったぜ。お客様お客様、これでどうでしょうか？なんか満足そうよ。トレイごと吸い込まれたぜ。チキンとケーキ一緒に食べたらキモいわ。いやいやいや、トレイも一緒に食べるのもっとやばいだろ。
猫さんが、空を飛びたいそうです。このシーソーを使うんだな。飛びたいにゃん。今飛ばせてやるから待ってなさい。待てないにゃん。今やるからー。じゃあこの猫さんを。猫さんを？シーソーのこっち側に。ちょこん。飛びたいにゃん。それで反対方向には、猫さんより重いものを乗せないとなんだが。牛さんよね。でもこの牛さん、明らかに小さいだろ？そうね。猫さんより小さいわ。そうだろ？じゃあどうするの？牛さんを、もっと成長させないとだぜ。どうやるの？牛さんに餌をあげたら、お食べ。ちょっと大きくなったわ。まだ足りないぜ。お食べ。もういいんじゃない？いやいやまだだぜ。まだ食べさせるの？あと一つ。お食べ。もう十分大きいわ。これなら猫さん、遠くまで飛んでいけるぜ。一体どこまで飛ばすつもりよ。宇宙の果てまで飛ばしてあげるぜ。それは楽しみだにゃん。じゃあ行くぜー。行ってらっしゃーい。行ってきまーす。それでどこまで飛んでったのよ？隣のマンションのベランダ。そこ、ベッド禁止よ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた。